AZ ガンダム結城達也エル、ビルドストライクギャラクシーコスモス、イオリセイ、行きます。結城先輩の期待は、いきなり攻撃を、いや違う、ルナ2を一撃で、なんて火力だ。すまない、驚かせたかな。いいえ、結城先輩なら初めて対戦する AZ の性能を僕に見せるだろうと思っていました。互いの状況をイーブンにするために。伊織君なら今のマニューバだけで AZ の全てを把握したはず。故に今からは全力でいく。コスモシールド、スターシステムを攻撃だけでなく防御にまで応用するとはたまらないな。今度はこっちが、予想通りの速さ3倍どころか6倍だ。これが紅の彗星の力となれば、君は RG スターシステム同時発動。やはりそう来るか。出し惜しみして勝てる相手じゃありませんから。その勢いを、装甲が熱い。ならばこれで、あれはプライムキャノンシュート、耐えろ。まだまだ姿勢制御、あにしまった、重力圏に捕まって、この落下角度だと断熱圧縮機体が、このままじゃ持たない。シグナルが、まさか結城先輩、機体が、伊織君、これは施しなどではない。完全な勝利を欲しがる私のわがままだ。この借りは返します。望むところ、 RG の活動限界が、いやダメだ、最大出力を維持して来る。このどうだ、これ式のこと、動けない、地面にぶつかる。この体勢は、彗星よ紅蓮に燃え上がれ。させるか。RG システム、スターシステムともに稼働不能。
各稼働部に異常発生。粒子残量は残りわずか。でも僕はこの状況で何をすればいいのか知っている。あいつが教えてくれたから。だから前に出るんだ。見事だユリカ、全力で迎え